おはようございます。鈴木です。今朝もね、6時45分の代々木公園からこの今最初にねこの、メインツリーをねあのメインツリーをお送りしましたけども、まあこんな感じですごい毎日毎日どんどん大きくなってる、葉っぱとかもねもう毎日何百枚と増えてるんじゃないですかわかんないけど、考えたこともないけど毎日どのくらい大きくなってるんでしょうね。やっぱりこの時期の植物の繁茂の仕方っていうかね茂り方っていうのはもう信じられない、人間の理解を超えたスピードで伸びてるんですよ。いや本当に毎日見てたらとんでもないことに気がつきますよ。今日はね久しぶりに、月曜日だからウィズサックスマンで、よかった曇ってて、最近いないからねこのまま来なくなっちゃったらどうしようと思ってたけどサックスマンが、いるんでね聞こえてると思いますけど、お送りしております。で、今日は何の話かっていうと部屋を片付けようっていう部屋を片付けた方がいいなっていう風に思ったってい いう話をしていきたいと思います。いややっぱりなんか、まあ、何があるかわからない時代じゃないですか。だからいつでもねこう臨機応変に動けるように荷物をね小さくまとめておかないといけないなと思うわけですよ。でそうなんだけど、もうあまりに物が多すぎて自分の部屋のだからもうこれどうするんだと思ってそろそろ片付けないとなと思って、だからそれで、どうしようとかって思った時に片付ける、まあ、とにかく今日はまず YouTube を撮ろうって思って、で YouTube を撮りながら片付けるってのがどういうことなのかっていうのをちょっと整理したらいいんじゃないかなと、思ってるんですよ。でまずその片付けとか掃除とかが、好きか嫌いかでいうと、まあものすごい掃除をしたり片付けたりするのは好きなんですよ。もう大好きで、そうなんだけど、散らかしたり物を増やしたいっていう性格もあって、もう一度その辺を分析しつつ、何か皆さんにとっても参考になる箇所が、あるかもしれないと思って何かちょっと分解しながら考えていこうと思ってるんですよ。まず掃除や整理整頓がをチャカ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 するのは好きなんですよ。そのまず行動が好き、なんか綺麗になっていくっていうことは好きなんですよ。でそれは正直自分のものに限らない、だから人ん家を掃除したり人のもの片付けたりするのも好き、つまりそれは何て言うんですかね、とっちらかった状態を整理していくのが好きっていう、その整理するっていう行動が好きなんですよ。だから、それと整理された状態が好きかっていうのはまた別の問題で、散らかったものを片付けるのが好きだっていうその行動が好きなんですよね、っていうことがまず一つ分かりました。だからその片付け好きっつってもいろんな人がいるわけですよ。そんで自分の部屋で作業するときに、作業っていうのはつまり、じゃあパソコンで物書きしましょう、ブログ書きましょう、何でもいいんだけど、なんかそのパソコンで仕事しようと思うじゃないですか。その時に机の上が散らかってると、まあ、まず始められないんですよ。だから机の上を片付けてからパソコンでもノートでも書き物始めるんだけど、それについてもちょっともうちょっと掘り下げて分析してみたんですよ。それどういうことなのかなと思ったんですけど、古くは中学校とかの、試験勉強まで遡るんですけど、試験勉強っていう、のがていうか、まあ誰でも試験勉強嫌だと思うんですけど、やっぱり勉強が面白いなって思えるようになるまでものすごい時間がかかるじゃないですか。だからその正直勉強って面白いんだなって思うようになるのってもう大人になってからだと思うんですけど、もちろん例に漏れず中学校の時とかはなんかもうこれめんどくさいなと思って、これなんでこんなことやらなきゃいけないんだろうってすぐ思ってるわけですよ。そうすると試験勉強で始めちゃえば面白いんだけどね、始めちゃえば面白いんだけど始まんないわけですよ。そんでその時にどうしてたのかっていうと、まずとにかくやりたくないから机の上が散らかってるとますますやりたくなくなるわけですよ。っていうかなんかその気になるものがいっぱいあるじゃないですか。だからその気になるものをちょこちょこ遊んじゃうから、いつまで経っても思考がこうあっちへフラフラ、こっちへフラフラしていくから、なんか勉強が試験勉強が始まんないわけで、も夜はどんどん更けていくじゃない、やべえやべえもうそろそろ勉強しねえとやべえってなるわけですよ。そんでその辺からやっとまず机の上を片付けるんですよね。そんで、どんどん片付けていって、
で机の上が綺麗になって、はあもう完全に片付いて、もう何も片付けるものがないってなると、それでまあ寝ちゃう時とかもあるんですけど、でもその後、次の日でもいいし、その日でもいいんですけど、机の上が片付いちゃうと、もうさすがにやることはないわけですよ。だから、ああ片付いちゃった、しょうがない、勉強でも始めるかって言って勉強を始めるっていうのがあって、つまり、勉強するためのルーティーンとしてまず机の上を片付けるっていうのと、片付いちゃったら勉強するしかないっていう、そういうことがあるんですよね。だから今から、30年も前にやっていたそういう行動が今も生きていて、机の上が綺麗だと仕事せざるを得ない。もう別にその仕事はやりたくないわけじゃないんだけど、それでもなんかなかなか手につかないものってことはあるじゃないですか。でその時にそれを机の上が片付いてたら、もうやらざるを得ないからやるんですよ。でもだから机の上がちょっと汚かったりすると、まず机をきれいにして、そして始めようということで、何かその行動を妨げている一環として、机の上が汚いとか部屋が汚いっていうのがあって、だから部屋を片付けようっていうのがあって、片付けたら、片付けてしまうと、なかなか億劫で腰が上がらなかったものにも着手することができるっていう、そういう効能とルーティンがあるんだなと思って、だから掃除も好き。その掃除をして結果、やらなきゃいけないなと自分で思ってた勉強も無事やることができた。そうするとすごい成功体験に感じるじゃないですか。いや、それによって強化されて、だからまあなんか何事も一番最初にやるのは掃除から始めるのがいいかなと思って、とにかく掃除からするようにはなっているっていうのでなんですよ。でもまあもう部屋が綺麗だから、もうそういうことで言うと、もう年中そんなことやってるから、だから机の上が散らかってるなんてことはまあほとんどないわけですよ。でもその毎日机の上をゼロにするしね。だからそうなんだけど、でもそういうのはどこから来たのかっていうと、そういうとこから来たんだなと思って、で、それが一つ。それから断捨離とかね、ミニマリストの人っているじゃないですか。でうちはその奥さんはミニマリストだと思うんですよ。でその断捨離好きで、山下秀子さんのファンだからね。だからもうすごい家の中はものすごい物がないんだけど、そこもまあいろいろあって、自分も物がない暮らしってのは好きなんですよ。かっこいいじゃない、部屋が広くて。東京暮らしって部屋がさ狭くなるじゃない。だからその物がない方がいいわけですよ。物の分家賃払ってると思うともったいないと思うから、だからその物を減らすっていうのにすごい、一時期こだわって一緒にやってたんだけど、ブログやったり YouTube やったり書き物したりっていう風になったら、なんかいろんなことを始めちゃって、っていうか物がないといろんなものを始められないっていうか、始めちゃうと物って増えちゃうんですよ。でだからやらない、極論ね。例えば、バンドやろうと思ったらベーシストだからベース買わないといけないじゃん。でもバンドやらなければベース買わなくていいじゃない。そのベースって置き場もすごい取るからさ、だからああそっかと思って、バンドやらなければベースもいらないんだよなみたいに、に極論、断捨離を推し進めていくと思うわけですよ。だからそのベースを弾くっていうことすら断捨離しちゃうわけ。でもそうすると書き物したり企画考えたりするのにネタがないわけよ。そんでじゃあ自分の仕事って何なんだろうって思うと、そうやってなんか面白いことを考えたり、そのネタを仕入れてきて、それを誰かに、教えてあげたり、そのみんなにこういうの面白いよって言って、みんなをこう、盛り立てて一緒にやっていこうみたいなのが仕事なのに、その仕事の本質の部分を削っていっちゃうことになるよなと思って、 それで方向転換して、デジタルのものは OK なんですよ。いくら増やしたって場所取んないからね。だからそのデジタル的なものはすごい増やしてたし、その小さいものだったらと思ってたんだけど、大きいものとか諦めてたわけ。でもなんかそれも良くないよなと思って、そのミニマリストやめる宣言、もともと多分合ってなかったんじゃないかっていうのもあって、ミニマリストはやめようって思って、そんでもう物を増えても OK ってなって、そんでもうトライアスロンとかも去年から始めちゃったから、もうすごい、トライアスロン始めると途端に物が増えるから。でもその道具のメンテとか、道具をどう保管するかとか、その練習でも普段使うし、そういうのもあって、だマラソンも、いや元々やってたけど、マラソンは大したものはないんだけど、それでも結構物はあるんですよ。その走るときにつけるベルトとか、いろんなものがあるわけで、靴も予備にいろいろ買っといたりとかね。だからまあその もちろんなんかスポーツやれば物も増えるし、で音楽もやって、ドラムも始めちゃったから、ドラムの椅子買って、ドラムの練習パッド買ってみたいな、そういうのも含めて、でそれに関する資料とかも増えるじゃない。
それで紙の本を買うことももう自分に許したし、その紙の本で、必要な本は資料として、売ったり捨てないで取っておくっていうことも自分に許したから、勢いものが増える。そして、洋服もこのいつも着てる白いラコステのポロシャツも同じやつを着てると見せかけて、ちょっとずつ絵柄が違うんだけどほぼ同じっていうものを3枚持ってるんですよ。だからそういうような買い方もしちゃうし、でもなんかそういうのもまあこれ一番気に入ってるからなと思って長く着たいなと思うとその時に3枚買っちゃうっていう、そういうようなこともやったり、まあとにかく勢いものが増えるわけですよ。でもまあものが増えるっていうことを良しとしているっていうことなんだけど、まあとはいえそのうち引っ越すかもなと思って、そうすると引っ越すときすげえ大変だなと思って、机がまずすごい立派な机を、今の家に引っ越してきたときに机を買い替えたのか、そうそうそう、だから、3年前に机買い替えたから、この机とかなんかもう持ってくの嫌だなみたいな、でもその持ってくんだけどね、なんかそういう風にちょっと物がパワーアップしちゃってるからなんかあれだなと思ったわけで、型をつける、片付けっていうかな、ね、型をつけるっていうのは何かそこで一区切りするっていうのが片付けっていう言葉の語源なわけだけど、どちらかに寄せるっていうことですよ。でその片付けってどういう意味なんだろうとかって思った時に、まあその時に一区切りつけるってことかと思って、そうすると、あ、今の自分に最適化するっていうことなんだなと思って、その一時的な部分最適っていうか、そのタイミングに最適化するっていうことなんだと思って、いつ変わっていくし、やってることも興味あることもいろんなものも変わっていくじゃないですか。だからその時その時に一旦区切りをつけるっていうのが片付けるっていうことなのかなと思って、で部屋を片付けるっていうのもその自分、その時の、自分にその最適化するっていうことなのかもしれないと思って、だから今はそのいろんなことを やってみようよ、だから、いろんなことやってきてるわけですよ、その木版画もやって、水彩画もやって、ギターも買って、ベースも買って、ドラムも買って、でトライアスロンの自転車も買ってみたいな、そうだし、そんでしかもまあ買ってばっかりじゃないわけですよ。その買うのは道具だから、買った結果、それによって作られた創作物や、それの記録や、もうそれに付随する、たくさんのアウトプットっていうのも生まれるわけですよ。でそういうのもすごいたくさんあって、これもなんか、いろいろ書き溜めてるノートとかもこれも書けば書くほど溜まってくけど、これどうするんだみたいになってるわけでも、それ時々振り返ってそこからネタを拾ったりしてるから、なんかそういうのもどうやって保管したりどうすればいいんだろうみたいなことで、どん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 、道具買うばっかりじゃなくて、道具に付随してアウトプットのものもどんどん増えていくわけですよ。でも、あ、そういうことかと思って、やっぱりこれはこれでいいなと思うものもあれば、これは、そうでもなかったみたいなものもあって、これは一区切りつけてこっちに今主流が切り替わってるとか、なんかいろんなことがあるわけですよ。だから、ただ増えていくだけじゃなくて、今の状態に合わせてまた、断捨離することはできると思ったの。だからその片付けて全部やめるわけじゃなくて、今に合わせて、一度整理するってのはあるなと思って、だから使わないものはどこかにしまうなり、売るなり誰かにあげるなり、その手放すものもあるなと思って、もうそれはその段階で一つ役目を終えたようなものたちもあると思うんですよ。だからそういうのを今に合わせて整理してあげて、一旦1軍2軍を入れ替える、1軍2軍3軍を道具も入れ替えて、で1軍2軍残して3軍は、誰かに譲ってとかっていうので入れ替えるっていうことが一つ、片付け、そのミニマリストになって何でも捨てちゃうまではいかないんだけど、やっぱり物を増やすことを OK だとしてても、最適化のために多少捨てたり手放すってことは大事なんだなと思ってっていうことを、感じ、今日はこれから掃除をしようと思ってるんですよ。でそれでまた何か、掃除についてね、見えてきたことっていうのがあったらまたお送りしようと思ってるんですけど、まあ、今現在ねこの掃除をする前に、一体その物を増やしても OK って思ってるのに掃除するっていうのは矛盾があるじゃない。でその矛盾はどういうことなのかなっていうのを今日整理してみました。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。6月なんでね、梅雨だからカビも生えるから掃除するにはいい時期だと思うんですよ。で雨で出かけられない休みの日なら、ぜひね今週とかね、今週じゃないね、梅雨はまたこれからだけど、これからの梅雨の季節ね、ぜひちょっと自分の日々の暮らしを振り返ってね、片付けしてみるなんていうのもいかがでしょうかという話でございました。はい、最後までありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。